なんか電車乗ってて、うん、俺一番端っこの席に座ってたの、はいはい、でそうこうやって普通に座ってたら、うん、このスーツケースってあるじゃん、うん、旅行する時の、うん、あれがコロコロコロって転がってきて、うん、俺の足に当たったのよ、はいはいはい、転がってきて、はいはいはい、で俺あっと思って、うん、え誰のみたいな、うん、そしたらそのこっちの優先席の一番端におばさんみたいな方が座ってて、うんうん、でその方が寝てて、うん、でそのスーツケースが転がってきて、ね、確かに、うん、で俺も思ったけど、うん、まだその人か分かんないから、そのえ誰のですかみたいなの、はいはいはい、こんな風にしてたのよ、はい、そしたらそのタイミングでそのおばさまが目が覚めて、うん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 、え何やってんのみたいな、私のスーツケース持った変なメガネがなんかうろちょろしてるみたいな、うんうん、なんか取られたみたいな、あなるほどね、雰囲気になって、そしたらその近くに立ってたおじさんが、うん、いやいや、うん、転がってたのをこの、うん、受け止めてくれたんですよ、受け止めてくれたんですよ、うんうん、つって、あ、そうなの、ごめん、ありがとうっつって、で、俺がそのおばさんのところに返したの、スーツケースを、うんうん、あ、すいませんっつって、これ転がってきましたみたいな、で、あ、で、ありがとうねって言って、で、席に戻ろうとしたら、うん、その端っこの席にそのおじさんが座ってたのよ、うん、えみたいな、これ、えどういうことって思わない、どういうこと、いや、どういうこと、ちょっと、いや、一部始終見てた人がなんで座れんのみたいないや、どう、いやだからこういう時本当に座りたかったんじゃない、座りたくてもさ、うん、我慢するじゃんこれに関しては、結構年配の方だった、結構おじさん、もうおじさんはって感じ、じゃあもう座っていいやと思ったんじゃない、もうマジ、うん、いや俺マジでいいや、えマジどういう神経系みたいなこの人と思って、俺その逆あるけどね、その座っちゃった系、座っちゃった系というか、やばいよ、座っちゃった系っていうか、その、うん、絶対端っこがいいじゃん、端っこが絶対、ね、端っこで一個空いて、うん、あの座っ誰かが座ってて俺だった、あ2個目ね、そうそうそう、そでずっと動画見てて、でこの人がパッて立ったから、うん、反射的にこっちの方がいいから俺パッてこうやったのよ、うん、そしたらこの人はそのあの電光掲示板みたいなやつをパッて確認して戻ってくるから戻ってくるだけだったから あれみたいになって、ああすいませんってこうこっち行ったことあるけど、そういうことはある、あそれはあるわ、俺もある、むちゃくちゃ気まずいよね、あれね、一回そのどこの駅で止まるかを確認しに行くだけのパターンでしょ、あそれはあるね、気まずいんだよね、あれは気まずい